さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私今月形のまんまる納豆、納豆ってたくさん混ぜたら美味しいっていうので混ぜながらただいま本日のことを振り返ってます。今日は、午前中北村の南沢の北村地区のですね、石黒市会議員の昔から大変お世話になっております先輩でありますが、事務所開きがありましたので、そしてその後すぐ砂川に入りました。砂川に入って、あ、そうですね、その途中で岩見沢から月形行って、このまんまる納豆、そして浦臼では、ヘルシー食品館の豆腐を買っていまして、ただいま今日の夜は絶対に納豆を上に乗せた冷ややっこ食べたいと思っておりました。それから赤べらで、明日の打ち合わせとかですね、またこれからもちょっと事務所戻って作業はあるんですけれども、まず今家にご飯を食べに来ました。どんな皆さん週末でしたでしょうか。明日からの1週間もいい1週間になりますように。